サンプルにというので、これちょっともらい物なんですけども、そのままこれはちょうどいいサンプルということで、はい、キープ。ここはなんか入れてたのように、あの三角形。一応三角巻きになってるんですよ。だけどもこれを外したとしても、多分これはあの割に安定してると思います。このあのテープのこの、この持ってるループが割に細かくてしっかりしてるんです。だからやっぱりこの付き方をすればいいんじゃないかなと。まあね、こう紐が動くような。うん。それからこの例えばこういうふうにして、V ネックのところが最近のものになって光ってるからね。それでこういう状態だったらいいわけです。ね。だからとてもいいスタンプを持ってキープもらっていますので、うん、やっぱりあのリックとなるのはこの開きがこれだけまあかぶって開きやすいんですけど、そこのモデルが非常に甘くなっちゃうっていう、それでそこでまたそこでまた私はいろいろと持ってきました。ゴムのサンプル、ゴムテープ、新藤さんが、はいはい、世界の新藤さん、世界のエサイエサイシーのエサイシーの鎌田さんが原宿、サンプルショップで、これがこの間使ったものだと思うんです、はい、それのテープですね、うん、でこれはまあこれがね、うん、仕掛けなんか、うん、で、そう。それでね、これがね、新しい方のタイプなんですけど、あのタイプがなくなって、はい、こっちの方が、しかし、こっちの方がなんかね、厚みがついて、それよりしっかりしたんです。それで、もう一つしっかりしたんだけれども、前は、もっとこれよりも硬かったんです、こっちは。